はい、皆さんこんにちは。キャミになりたい石田さんです。本日はお尻と足の日なんですけれども、ジャンピングスクワットとクラブウォークを今日やっていきたいと思います。それじゃあ早速頑張っていきましょう。はい、じゃあ早速スクワット頑張ってやっていきましょう。最初はまず10回普通のスクワットですね。このようにスクワットして、これを10回やった後にジャンプしてスクワット、ジャンプしてスクワット、これも10回。この流れをワンセットとして3セットやっていきたいと思いますので、皆さん最後まで頑張ってやっていきましょう。いきますよ、せーの、やっていきましょう。で、ここね、狭いので撮ってる場所が、だからね、行けても、1、2、3、4歩なので、1周、2周、3周、まあ、ここ3往復して終わろうと思います。皆さんもね、狭い場所、お家でやると思うので、私と同じように、
狭い空間でやりたい人は真似して一緒にやってみてください。それじゃあ行きますか。はい、ちょっと見づらくてごめんね。はい、じゃあまずはゴムバンドを巻いて、ない人は荷物を持って負荷をかけましょう。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、少し休憩。はい、続いていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、休憩。ちょっと最初で言うの忘れちゃったんですけど、膝はまっすぐ真正面を向くように外側に行っちゃったり内側に行っちゃったりすると、あのね、お尻とかこの裏ももとかと違うところの筋肉に効果が出てしまうようなので、しっかり膝はまっすぐ前を向いた状態でやっていきましょう。それを意識したままラスト頑張ってやっていきましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、